言わなすぎ。最初、オイラが、ベッドで、寝てる時に、銃声が、聞こえて、外に、出たところ、パピルスは、いなかった。そして、いつの間にか、最後の回廊にまで、来ていた、そこには、ツランが、いた。そして、話した結果、ツランは、オイラを殺すと言った。そんで戦いが始めた。戦いを、終えて、ツランが、倒れ、オイラは、ツランを、家に連れて帰った。前編終了。はい、撮れました。なんか、声、違いません？サンズさん、2回戦、やりませんか？え、なんでですか？今日やりましょうよ。